ジャック・ボブリッジは、オーストラリア、アデレード出身の自転車競技選手。ジュニア時代から、トラックレースとロードレースの兼用選手として、活躍した。2009年より、ガーミントランジションズに所属し、プロ入り。2010年以降は、関節リウマチの診断を受け、UCI 規約にのっとっとりトゥエを申請して、疾患の治療目的で、プレドニゾロンの投与を行いながら、 競技に参加した。2011年には、トラックレースの個人追い抜きで4分10秒534の世界記録を達成した。プロチームは、オリカグリーンエッジやベルキンプロサイクリングにも所属し、2015年からは、UCI コンチネンタルチームのバジェットフォークリフツに所属し、リオゴリンのトラックレースに向けたトレーニングに注力していた。同年、アワーレコードに挑戦したが、 当時の記録保持者、マティアス・ブランドルの記録 51.852km に 552m 足りない 51.300km に終わった。2016年はトレックセガフレードに移籍し、オーストラリアチャンピオンを獲得した。またリオオリンピックでは、団体追い抜きで、ロンドンオリンピックに続く2度目の銀メダルを獲得し、4度目の参加となったジロディイタリアでは、 グランツール初感想を達成した。しかし、リウマチによる症状は悪化しており、ハンドルが握れないほどの強い症状に苦しむような状態になっていた。2016年11月、リウマチによる疼痛が強くなったために現役を引退することが表明された。ありがとうございます。